ウクライナへの侵攻を続けるロシアが占領した地域で、ロシアによる併合を正当化しようとする住民投票の準備が進められています。国営ロシア通信は8日、ウクライナ南部ザポリージャの新ロシア派地域の行政機関トップが、ロシアへの編入に向けた住民投票に関する法令に署名したと報じました。 欧米側は併合を正当化するためのロシア主導による見せかけの住民投票だと指摘しています。 ウクライナのゼレンスキー大統領も7日、住民投票を行えばロシアはウクライナや自由世界との交渉の機会を自ら閉ざすことになるだろうと牽制しています。ロシア主導とみられる住民投票はヘルソンとルハンスクでも計画されていて、ロシアの統一地方選と同日の9月11日の実施を目指しているとされます。 ただ、関係者によりますと選挙名簿の整理など行政的な手続きは遅れているということです。